8月2日九州北部豪雨で被害を受けた三電水車が復旧し動き出しました。6月末、私たちは恵みの雨を田畑に運ぶ三電水車の姿を撮影していました。小雨が降る中、止めどなく回り続ける姿を。ところが恵みの雨が一転、朝倉をはじめ北部九州を襲ったのです。川のそばにお店を構える100年の伝統を誇る鳩豆屋さん。このお店、工場も大きな被害に遭われましたが、7月16日より営業再開されています。看板商品の金時豆はお母さんたちの手で一つずつ丁寧に作られています。懐かしいお菓子の味とお母さんたちの姿に元気をいただきました。朝倉といえば忘れてはいけないのがフルーツ。被害に遭われた農園も多くあると聞きます。それでも自然の力は素晴らしい。ぶどうはしっかり実り、お客さんが来るのを待っています。夏リンゴもしっかり育っています。梨や柿もこれから実ることでしょう。水車の横に広がる田んぼには土砂が埋まり、水を欲しがる苗もない。それでも水車は回り、水は流れます。立ち上がる朝倉の人々を応援するかのように。